おはようございます。今日は雨ですね。なんでこんな時間配信できなさそうなので夜か、はい、なので今やってます。おはようございます。とてもお眠でございますけどあと数時間したら目が覚めると思います。はい、おね、今日は愛華の誕生日ですね。22、早生まれだからね、やっと22っていうね、やばいよ。おはようございます。先ほど起きました。先ほど起きたので頭が回ってません。はい、本日はですね、発表されてないんですけど、メンバーがボンバイの視聴ライブに出演させていただきます。はい、よろしくお願いいたします。久しぶりの冬ぶりのダイヤモンドホールでございます。はい、ございます。今日行くよ、お待ちしております。おはようございます。SKE に入ったのが中学生だったでしょ。愛華の話私の話おはようございます。でもお眠ですが起きます。頑張って。ちょっとヤクルト戦を飲まずに寝てしまったので寝起き感が違います。ちなみに今日は起きたい時間にまでに私は何個か目覚ましをかけるんですけど、起きたい時間の前にね止めてしまうので怖いので4回ぐらいかけたし、なんなら1回自分で時間をセットしてまで寝ましたまあでもちゃんと起きたのでよかったんですけど、寝る子は育ってます。ね、起きたので偉いよね、寝坊してないから。背は伸びないね、背は伸びないのよね。寝てなかったのかしら、ちゃんと
私は K2 で一番低くはない。アイリよりはでかいです。水のアイリ、水のアイリよりはでかいね。起きたの9時ぐらいですか。9時よりちょっと前かな。ほののには背を抜かれた。どうなんだろう。ほのの方がちょっとでかいかもしれない。わかんないけど、でもなんか7日ってあんま身長バンって変わってない。か優香たんぐらいじゃない変わったのね。タグもそんな変わんないんだよね。意外と 7D2 は身長が変わらない言うて。ハトがもう大人だね。確かに加入した時点でね確かに大人ですわ。すいません。おはようございます。今 SK で身長でかいの誰なんだ。ミオか、ヒメタンとか。おはようございます。12期のココハちゃん、で大きい、めっちゃ大きい。12期の子大きかった。めっちゃ背が大きくてびっくり。確かに意外と。でもそんなでかい、でかいっていうかその身長が逆に低いのが大きいの、大きいじゃない、多いのかな、ね、すごいね。168とかあるもんね。169か、大きいよね。3センチでいいんでちょっと分けてほしいね。身長を3センチくださいって分けてほしいね。私の身長の理想は158でした。はい、
158です。なのであと4センチ足りません。4センチ足りないので、ヒールね苦手なんです。私ヒール苦手なんですよ。158ないんです、残念なことに。入った頃150ねあった、150あった2センチぐらいしか伸びてないかな、2センチ、3センチ2、3センチぐらいしか伸びてない。私はもうここっておかしいな、小中学生は小中学生は背の順とかほぼ一番前をキープしてきた人なので、まあ途中でどこかで3番目ぐらいになったことあるんですよ。2、3番目とか一番前じゃなくなった時期とかがあるんですけど、まあ、基本 1年生から一番前でしたね。白くなった？それはそうね。それはもう白くなるよ。健康的に日焼け、まあ、健康的なのかあれは、黒すぎたけどね、もう途中で諦めて日焼け止めすら塗ってませんでしたからそう、日焼け止めすら塗らなかったので真っ黒でしたね。自分でも思いますもん。でも特に何もしてないけど、こんなに肌を白くなれたので、紫外線からね身を守れば白くなるということが立証しました。はい、皆さん、ね、テニス部はね仕方ないよね、基本外なので。おはようございます。まあでもね、紫外線見ても黒くはならない方もいるじゃないね。羨ましかったね。私はもう全部吸収してしまうの、黒くなってしまうお、出ました、726日です。ありがとうございます、ありがとうございます。ということで本日の
本日のじゃない、本日は本日はダイヤモンドホールさんで、はい、ボンバイの出張ライブがあるんですけども、そこにね出演させていただくということで、まあ、ぜひね会場にいらす会場に来てくださる方は、はい、よろしくお願いいたします。はい、あと4日ですね、6、7、8、9、はい配信できたいんですけど、はい、時間を見つけて配信します。ということで皆さんありがとうございました。行ってきます。バイバーイ。